どうも、占い師のゲッターズイダイアス。シスタントの億万です。さあ、本日は香川県の20代後半女性、さくらさん。ありがとうございおまめです。とうございます。今、付き合っている人がいて、かれこれお付き合いをして3年ほどになります。はい、どうぞ。私はそろそろ結婚と思っていて、1年ほど前から結婚の話を切り出してはいるのですが、ずっとまだだと言われます。本人的には結婚はしたいとは思っているみたいなのですが、踏ん切りはつけてくれません。本当にこの人が私の運命の人なのか不安になってきました。もっと違う人がいるのではと思っても来ています。このまま結婚のお話を待つか、違う人を探すか、どちらがいいのか分かりません。はい、もうズバリ二択。よくあるパターンです。これで女性スタッフもまだ独身の方もいますけど、恋愛で彼氏がいます、結婚をって言った時に、結婚は考えてんだけど今じゃない。何が今じゃねえだよ。もうちょっと、いや結婚したいんだよ、でも今じゃないんだよねっていうやつは結婚しないです。絶対しないっすよね。絶対しないです。あいつら絶対しないっすよ。絶対しないです。騙されちゃダメっすよ。そのワードよく聞いてるな。結婚したいんだよ。お前とはしたいと言ってないんです。何結その一婚は級しさんた的いの。な。そう、結婚はしたいの。今じゃないの。そしてお前でもないのよ。って言ってるから、彼は。ちゃんと。なので、女の子たちは、あ、今じゃない、もうちょっと待たないと、みたいな。いや、待ったらするよと言ってないから。待ってもお前とはししなないいよ。よって言ってずる。り。言ってるじゃん、彼は。そっか、嘘はついてないんです。一言も言ってない。別れ彼よう。はしません。別れよう。とっとと縁を切ってください。このタイプは絶対しないです。いや、そうよ、だっ今じゃないけて。どって言ったら結婚したやつ見たことないもん。結婚しようって、将来結婚したと思うけど、じゃあどうしよう、いつするとか、いいよって言うから。絶対そうで、この男結婚かも全く思ってないです。もういいよ、もう別れちゃったらいいじゃん。はい、で、さくらさん、今年別れたら今年いいよとかありますかね。2019年中にいい人を探してください。で、来年結婚するから運気の流れありますんで。この絶対男そっは、ちの方がいいですよね。ちょっと変だしね。変幼だ。稚だし、続けませんので。とっとと次の人と行こう。行ってください。次行こう。以上、ゲッターズでした。僕までした。